どうも、サラリーマンホームトレーニングのサラマッチョです。ロードトゥ NPCJ 地方大会3位ということで、このコーナーはホームトレーニングの私が NPCJ の地方大会で、フィジーク部門なんですけども、3位を目指そうと、そういった自由気ままなコーナーとなっております。約1ヶ月ほど前に大会に出ると決めて、軽く減量とかを始めていますので、今日はですね、その進捗を取っていきたいと思います。はい、前回に引き続きこちらに体重計が用意してありますので、今の体重を測っていきたいと思います。前回測った時が約1ヶ月前なんですけども、 69.4kg でした。私も減量を始めてますので、どれぐらい落ちているか楽しみです。ではですね、早速体重を測っていきたいと思います。倒立で体重を測ってみようと思ったんですけども、全くメーターが止まってくれないので、普通に測りましょう。おお、69です。前回 69.4kg で、今回69kg なんで、これも誤差ですよね。全然落ちてないです。私1ヶ月間ちゃんとお菓子も我慢して、甘いものとか全然取ってないんですけども、どうした？はい、ここからはですね、前回ポージングの練習をしたんですけども、全然ダメだったので、本日ちょっとリベンジとしてもう一度ポージングの練習をしたいと思います。フロントポーズ、ターンライト、ターンライト、フロントポーズ、ターンライト、ターンライト。はい、前回に引き続き体重測定とポージングの練習をしてみました。体重も落ちてないですし、ポージングも全然上達してないですね。これはちょっと本格的にやばいなと。体重に関しては、今から少しずつ有酸素運動も取り入れて、もうちょっと、絞れていくように頑張っていきたいと思います。でポージングに関してはですね、私ポージング上手くなりたかったんで、しっかりと検索して調べたんですよ。そうしたらさっきみたいな動画がたくさん出てくるわけですね。そうするとですよ、私の性格上やるに決まってますよね。やらずにはいられないんですよね。で結局本家のメンズフィジークのポージング、こっち全然練習できなかったです。というわけで、
これから大会に向けて期間がどんどん短くなっていくんで、気合を入れて仕上げていこうかなと思います。それでは本日もありがとうございました。やっぱり3位じゃなくて4位にしようかな。